と結婚し、同11月に妊娠を発表していた。関係者によると、性別、出産日は、ママになったベッキーとパパになった片岡コーチ。ベビーの誕生を糧に、夫婦のさらにパワーアップした姿が見られそうだ。ベッキーをもっと詳しく、体調を考慮しながら仕事復帰する予定という、明るく元気なお茶の間の人気者と、4年連続盗塁王を獲得した。 スピードスターのビッグカップルに待望のベビーが担当。関係者によると母子供に健康。夫婦で我が子と対面できた喜びをかみしめているという。ベッキー自身も3月6日生まれで嬉しさも2倍となった。ベッキーと片岡コーチは18年に共通の知人の紹介で知り合った。ベッキーは片岡コーチの現役時代を知らなかった。片岡コーチが約10年前から ベッキーのファンだったことから、意気投合。同5月から交際をスタートさせ、交際約8ヶ月の昨年1月に婚姻届を提出した。片岡コーチは球団を通じて、二人で、ゆっくりと、しっかりと歩んでいきたいとコメントを発表した。同11月にはベッキーが妊娠していることが、明らかにな、り、出席したイベントで、ありがたい気持ちでいっぱいですと、しみじみ話していた。 最近は、タレント、女優業や絵画など幅広い分野で挑戦を続けているベッキー。現在公開中の映画、初恋、三池隆史監督での開演が話題になるなど、講師ともに充実期を迎えている。当面は育児に専念し、体調を見て仕事を復帰する予定だ。一方、片岡コーチは、コーチ就任3期目に突入。今期から就任した。 安倍晋之助に軍艦特進体制のもと、将来の巨人の柱になる若手育成に力を、注い。